こんにちは、インフォクリエイターです。今日は図形をセルに合わせる方法をお伝えします。図形をセルに合わせる方法、セルに合わせるとはどういうことかと言いますと、実際にやってみます。挿入、図形、太陽、今セルに合わせますよ。セルに合わせて図形を挿入しました。セルに合わせるとはどういうことかと言いますと、この今挿入した図形に関してはセルの B3 からセルの D11 までのこのセルの範囲の中にぴったりと図形をサイズ調整して、ぴったりと図形を挿入するということです。このセルの範囲の中に図形が合わさってます。具体的なやり方としてはすごく簡単で、まず挿入タブの 図リボンの図形で図形を選択して、でこの時にオルトキーを押しながら左クリックでドラッグします。オルトキー今押してます。押してドラッグするとこのようにカクカクっと動いて拡大縮小ができるんですけれども、で目的の合わせたいセルの大きさに調整したら、ここでオルトキーと左クリックを離します。そうするとセル C4 からセルE12 までのセル範囲の中にセル図形を合わせることができました。